今日もありがとう。一日が幕を閉じる。幸せだった一日も、辛く悲しかった一日も、もうこれでおしまいさ。月の頼りを受け取って、お日様をもう見せじまい。あとは頼んだと沈んでく。真っ赤に頬をあからめながら、さよなら今日もありがとう。さよなら君をありがとう。19日の23時になりました。今日はね、胎内市に21時から、仕事回りに行きまして、で2件ほどね歌わせていただきました。本当にありがとうございました。でそれでも半日分にはちょっとあと2000円くらい稼がないと届かないってことで、その胎内市はあんまりお店が多くないので、今現在柴田へ市外にいます。柴田というのは新しいっていう字に、発明の発に田んぼの田で柴田と読む珍しい名前ですね。でここも新潟なんですけども、ここに来たんですけど、来てみたらですね、まあ人がいないと。でしかも店も終わってるということ、まあコロナの影響でちょっと平日は早く閉めていらっしゃるんでしょうかね、わからないですけど、ということで、まあ、残念ながら1日分にあと2枚届かずってことで、今日で旅は終了となりました。残念でしたね。なんか疲れてたからね、調子悪かったから、もうここらでもストップしてもいいのかなっていうふうには薄々感じてました。で、明日でも雨、金土雨なんで、ちょっと金土新潟で頑張って、で晴れ間が見えてきたら、日曜日とか晴れ間が見えてきたら、米沢の方から帰るか、それとも新潟市まで行って、どうしようかな、長野とか通って帰るか、長野群馬かな、どっちがいいんだろうね。ちょっと調べて、割と体力を使わない方で、もう疲れちゃったから、もうなんかの、なんていうのかな、この旅自体がもう負けの連鎖の連続なんだよね。なぜかっていうと、いろいろ障害があったじゃない、コロナの影響、もうほぼコロナだよね。コロナの罠だよね。思い起こせば、冤罪にかけられたでしょ、僕が。コロナ俺に移されたなんて言い出した人、それで4日くらい仕事ストップして、そっからその4日の影響か知らんけども、もう勘もひらめきも全く働かなくなって苦戦しました。でようやく戻ったかなと思ったら、今度は県外お断りの張り紙で、行くところ全部、全部とは言わないけども、仕事できなくてっていう感じで、それで低迷して、ちょっとね、岩手からずれたんでね、釜石、岩手の中心部はもう張り紙ばかりだったから、県外お断りで、釜石とかあっちにずれたら結構うまくいったんだけど、北海道に行ったらまたガクーンと売り上げ下がって、それずっと尾を引いてるというね。で秋田でちょっと盛り返したんだけど、もう一回上がったきりでもあとは下がっちゃって、振り合いっていうふうに、なんかすごくね、勝ちが続かないようなね、苦しいあれだったね。おー、明るくなった。
苦しい旅だったね。で今ずっとね負けの連鎖を引きずってるから、これどっかで断ち切らないとということで、一回この旅を終わらせて、で地元に一回家で休んでね、リフレッシュしてリセットして、また場所変えて、まあ年末までそのほら資金を12月分と1月分を本当は生活費というか稼いでゆっくりしようかなと思ったのね。だけどこう叶わなかったから、一回家戻って、でまた普通に旅じゃなくて普通に仕事をして、普通通りの仕事をして、でまた余裕が出たら、まあ、今度はそうね、新潟スタートで、新潟スタートというか、まあ新潟方面から富山の方にぐーっとまた降りていくような旅をしてみたいなというふうに思います。ということで、またちょっとね帰り道も更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。あとは頼んだと沈んでく、真っ赤に頬をあからめながら、さよなら今日もありがとう、さよなら君をありがとう。さよなら今日もありがとう、一日が幕を閉じる、はい、というわけで日付変わりまして11月21日の1時40分くらいかな。今ね月岡温泉っていう、柴田市にある、温泉街をうろちょろしてます。というのも、柴田駅前を最初、まあ、今日ね、9時頃回ったんだけど、まあ、9時頃まで、まあ、日中はイオンモールでブラブラしたり、公園でちょっと過ごしたりとかダラダラ過ごしまして、で21時から柴田駅前をぐるぐる回ったんですけども、まあ、どうもねなんとなくねこう柴田駅前の密集してるとこがあって、スナックとかが行ったんだけど、なんとなくねこうなんかね前からそうなんだけど、代行とかタクシーがバーッと待機してるとこってダメなんだよね、こう勘が働かなくて。何なんだろうね、なんか普段はその回ってると耳で感じるのね、耳でこうなんかなんつうのかな、なんつったらいいんだろう、耳でこう感じるんだよね、あここがいいなとか、ここはいけるわってなんか耳に入ってくるんだよ。それが代行さんとかタクシーさんとかがずらーっと止まってるとなんかね分かんないんで、壁になっちゃって、周波数とかそういうなんか特殊な能力があるんでしょうか。それ全然ダメで、柴田駅前結構お店結構いっぱいあるのにね。でまあもちろん何軒か行ったんだけど断られて、でいつの間にか月岡温泉の方に、まあ、こっちの方に何軒か遅くまでやってる場所があるというふうに調べたら載ってます。行ったらもう全然やってなくて、はい、そして途中でパンクみたいな、今押して歩いてるけど8キロくらいまで柴田市のネットカフェに歩いていこうかなと思います。まあ、本当だったら今日中に米沢にの方に米沢の方に行って、で明日福島入りとかそういうのでも良かったんだけど、まあ、ちょっとでもね米沢はちょっとあんまり僕ちょっと相性が良くなくて稼げないところだったので、前もなのでちょっとなんとかね、金土の雨は新潟市で稼げればいいなと思ったんだけども、もうボロボロですね、まあ、赤字です、もう結局のところ。
今日いろいろ修理したりとかして、自転車ね、あと髪切って新規一点ね、よし頑張ろうとなったんだけども結局無一文になってしまいましたね。まあネットカフェとかは D 払い、キャリア決済できるんで、その辺でまあなんとか賄おうと思ったんですけども、さあボロボロですね今回の旅は。もうなんか悪いことがいっぱい起きる、立て続けに起きるね。ちょっとね今日、これから折り返しね、家に帰るわけですけどもさあどうなることやらという不安な気持ちでいっぱいなんだけども、でも明るく楽しくね、別になんかその金がなくたって、何そのちょっと人に何か言われたとか、いろいろ細々としたことがあるじゃないですか、生きてると。それででも死ぬわけじゃないからねっていうことで、すごい楽観的に考えてます。ということでこれから歩いて8キロくらいなんだけども、まあ8キロくらいだったらすぐだけど、まあネットカフェに泊まって、で明日ね柴田駅前はやめて、その他にもいろいろ集落とか、なんていうの、繁華街がちょこちょこっとこうある駅があるので、いろいろね回って、せっかく土曜日なんで、まあ雨だけども、なんとか挽回稼いで挽回できればいいなと思います。ということで応援よろしくお願いします。すいません、なんかもうブサイクな旅でパフォーあのたなんていうのかな、ごめんなさい。なんとか、挽回できるように頑張りますんで、しょうもない男ですけどもバカだなと思いながら応援してください。でさっきちょっとウサギ見た、例えばどうでもいいか。はい、じゃあまたね、バイバーイ。さよなら今日もありがとう、一日が幕を閉じる、幸せだった一日も、辛く悲しかった一日も、もうこれでおしまいさ。月の頼りを受け取って、お日様をもみせじまい、あとは頼んだと沈んでく、真っ赤に頬をあからめながら、さよなら今日もありがとう、さよなら君をありがとう。さよなら今日もありがとう、一日が幕を閉じる、幸せだった一日も、辛く悲しかった一日も、もうこれで、はい、今11月23日のお昼12時頃ね、あれから、民宿坂本さんでお世話になりました。ありがとうございます。本当にいろいろお世話になりました。でたまたまね、山口林店さん、自転車屋さんが電話で
あのこパンクして押してくるのも大変だろうから、あの行ってやるよって出張で来てくれたのがありがたかったね。本当ね、本当にありがとうございます。で、まあ、結局11時頃まで、まあ、9時くらいに預けたのかな自転車を。で11時頃来てくださって、本当はあの坂本さんのチェックアウトが10時くらいなんだけど、まあいいよ別に、あの昼頃までいていいよなんてこう温かく お声掛けいただきましてありがとうございます。それで今ね49号線をね走ってますね。今だいぶ会津若松市あたりかな、まあ、駅前ではないんだけど、駅からちょっと離れたところだから、このまんまずっとまっすぐ行けば郡山だから、1日か2日実家で休んで、であとずっと埼玉の方に、帰ろうかなと。まあ今月中には普通に着くんじゃないかなと。今月中というか、まあ、そうね、今週中かな、今週中には帰れるのかなと思います。で僕は思うんですけど、この自転車パンクなんてね、昨日と一昨日ね2夜連続とかね、その前の日もなんか自転車がね壊れて修理したりなんかして、3日立て続けにこう自転車トラブルがありました。でなんかこの悪いことが立て続けに起こる時っていうのは、多分脳疲労、脳が疲れてる状態で正常な思考が働いてない状態だから、あの例えばうまくいってない時に、頑張ると空回りするというのはこのせいなんですね。だから脳が疲れてる時はもうあの休むか、何か、その一旦やめてみるとか、そうやめてみる勇気っていうのが必要なんだなというふうに僕は、学びました。これあのなんか投資とかもそうだよね、ギャンブルとかもね、あの負け続けてるのに、いやもうちょっと頑張れば勝つかもしれないって頑張れば頑張るほどどんどん負けていくってあれなんだよね。だからそこで頑張るとか続けるんじゃなくて、一旦パチッとやめてみる勇気っていうのが、次の新しいいい運気の流れを作る、源になるんじゃないかというふうに思います。なので僕は、あと帰るまでは、特に仕事をする気はありません。はい。で、帰って一度リセットして、あの2日くらいもうとりあえずも休んで、また元の生活に戻してから、もう一回あの、まあ、旅ではないんだけど、まあ、埼玉の行ったことのない市でもいいし、なんかそういう自分の好奇心が赴くままにいろいろ仕事して、まあ、ダメだったらダメでさ、な金なんつは何とでもなるんだから、そんなに金なくたって死ぬわけじゃないんだからね。だからそういう風に楽観的に考えて、でしかも僕は自転車修理とかも散々民宿だのホテルだの散財しましたね。でも散財したということは、誰かがあのそれで幸せになってるってことなので、そういう誰かを幸せにしたお金ってのは必ず自分に戻ってくると信じています。だからこれから、12月頃からまた運気がバコーンとね、風強っ上がると僕は思ってます楽観的にね。ということでまた報告したいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあまた報告します。バイバイ。真っ赤に頬をあからめながら、さよなら今日もありがとう、さよなら君をありがとう。さよなら今日もあり。はい、というわけで、今というか、今日は、午後1時からずっと4号線を走ってまして、ずっと雨だったんですけど、福島県の白河市あたりから、まあ、雨が止んできまして、
今、ちょうど10時半を過ぎた頃に宇都宮市に到着したんですけども、ちょっと迷ってます。というのも雨の影響で多分危ないのでゆっくり走ると想定して1時間10キロくらいしか走れないかなと思ったら1時間12キロくらい走ってるようで、予定より早く宇都宮市に着きました。予定では日付変わって0時半くらいかなっていう頭でいたんだけども、今もう着いちゃったので、もしね日付変わる頃に宇都宮市に入るんであれば、ちょっと今日はとりあえず泊まって明日の朝また出ようかなと思ってたんですけど、意外と早く着いたってことでどうしようかなと、このままぶっ通しで走っても朝の7時か8時に着く自宅にね。まあどうなんだろう、ちょっとこれからずっと走ってみてちょっときついかなと思ったら途中で止まるし、あ、いけるじゃんって体力的にいけるじゃんって感じであれば、このままぶっ通しで走ってみたいと思います。結局まあぶっ通しで走ったらどんくらい時間かかるのかなと、実家の郡山から自分の自宅までっていうのもちょっと気になるっちゃ気になるんだよね。まあその辺はちょっとこれからの体力と相談です。まあ意外とそんなに寒くはないので、今9度くらいか、まあでもこれからどんどん寒くなるんで、まあ皆さんは、体調管理気をつけて、暖かい、まあ、年末年始をお過ごしください。ではまた、報告したいと思います。旅も終盤でだいぶ疲れもね、心労かな、体力的なもんじゃなくて心労が溜まっているので、早く帰ってゆっくりしてリセットして、また、まあ、仕事ね、普通通りの仕事、普段通りの仕事に戻してまた頑張りたいと思います。これまで応援してくださった皆さん、この場を借りて改めましてありがとうございます。ではまた報告します。さよなら。さよなら君をありがとう。さよなら今日もありがとう。一日が幕を閉じる。幸せだった一日も、辛く悲しかった一日も、もうこれでおしまいさ。月の頼りを受け取って、お日様をもみせじまい、あとは頼んだと沈んでく。真っ赤に、はい、というわけで18時現在所沢市の自宅にゴールすることができました。本当にありがとうございました。このコロナ禍の大変な中で、しかも県外の私を、迎え入れてくださった、お店の皆様、そしてお客様、そして陰ながら、僕の動画を見てくださったり、タイムラインを拝見、見てくださったりとかね、ツイッターを見てくださったり、ブログを、いろいろ僕関連のものを見てくださった方々、本当に皆様の応援のおかげで支えられて、ここまで来ました。本当にありがとうございました。またね、いろいろ反省する点はあるんですけども、とりあえず今日はゆっくり休んで、また、12月また頑張ろうかなと思いますけども、まあ旅はですね、また暖かくなったら、今度は新潟
新潟に向かってこう富山からぐるっと今度は南の方をぐるっと回ってみたいなっていうのを考えてますんで、またその時は応援をよろしくお願いします。本当につら結構ねコロナ禍で、県外お断りとかいろいろ辛い状況でなかなか稼げなかったんですけど、またね、またねチャンスはいろいろあると思うんで、いっぱい歌っていっぱい稼いで、皆さんのを、笑顔にね、心を込めて歌って皆さんを笑顔に幸せに、していきたいと思いますんで、めげずに頑張りますんで、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。あとは頼んだと沈んでく、真っ赤に頬をあからめながら、さよなら今日もありがとう、さよなら君をありがとう。